こんばんは。平井弘明です。初心者フォーやります。一二三クリアできました。皆さん。どうですかね。ま、だできてて動画のペースが速くて。あ。くんのここがいいってことですね。<laughs> 違う違う, <laughs> 違,う,違,う違うか。<laughs> <laughs> できなくても次やりたくなっちゃうから。こうやってあ。すぐうバンバンやってると。でもね平井が怖いのは。うんうん、あ。 こいつ三でやめやがったって思われるのが嫌だからバンバン取ってます。初心者コース。<laughs> 初心者コースって言ってますけど、超ゴルフベテランの方も意味ありますから。うん、タイトルは初心者ってなってるけど、うん、全然みんなやっていい。うん、みんなやってください。平井弘明の。ワンダップゴルフ。<laughs> だいたいさスコアの目安はどのぐらいなんですか。例えば一がクリアできたら。一がクリアできたら百十から百ぐらいで回れる感じになってくるはず。 で2がクリアしたら100ギリぐらい、うん、3クリアできてたら890、うん、代はもう何回か全然出てるってことは890代が出てないってことは初心者2レベルです 2>, 2をやった方がいいやった方がいいです UFO した方がいいなるほどねうんそれなんならみーちゃんけいちゃんにこう聞いた方がいい <laughs> どうやってやんのっつって <laughs> そうだねそう、うん、で今回その 4,、うん、4? で その4をやるんですけど初心者3をやってクリアしたっていう時って多分コースにもう行ってると思うんです初心者4ってワンナップゴルフから伝えることはないんですよ。なぜかというとコースに行ってそのご本人がコースから宿題を与えられたはずなんですだから人それぞれ課題が変わってくるっていうことを 分かったら4レベルなんですよ例えばコース行ったらもうパターアプローチが全然ダメでしたってなったらショットの練習量を練習する内容はそのままキープしてショートゲームアプローチパターの練習量を増やさなきゃいけない例えばグリーン周りのチップショットほんと単純な30ヤード50ヤードのアプローチそういうものを増やしていかなきゃいけない。 そうで自分がコースに行って何がダメだったかが分からないと4に行けないんだよねあ三3なんだそう3をクリアしても3なのずっとあその次そこ大変なんだね大変今度は人から意見を聞いたりとか話を聞いてレベルアップできるレベルじゃなくなるから自分でかんななきゃいいけそう自分で分かんなきゃいけないか感じなきゃいけないもちろんそれをコースに行っていや誰々さんは これがもうちょっとにかく自分がアクションを起こしてリアクションをもらわないとダメってことだからとにかく何かしなきゃダメってことよね今と違うことをもちろんコースなんだけどコース行って出たミス で苦手な場所あと練習場とどう違う球が出るのかってことはどういう違う動きをしてるのかっていうふうにどんどんなってくるのねそれだと練習場でやってるスイングとコースでやってるスイングが違うっていう答えになっていいんだよね、うん、だからそれを一緒にしなきゃいけない。そうで前俺ね結構前の動画で練習場でナイショット打つためじゃないと練習は。 コースでナインショット打つために練習場で練習をするっていう動画ね前言ったじゃない動画の中でそれそういうことがちゃんとできてるかどうかっていうのが判断できないとダメなんだよねまずはコースやっぱりさ違っちゃうもんなのコースにいくとスイングしちゃうなん違っちゃうがあるから人間はこういうショットを打ちたい、うん、あと緊張感ミスが許されない状況って っていうのはもう一球しかないから誰が見てもこうわかるじゃない。そ,ね、それに対してのやっぱプレッシャーよね。いろいろ突きまとうじゃない。例えば時間タイムパーがあってこのホールを何分でホールアウトしなきゃいけない。でそれを四人なら四人で協力してやらなきゃいけない。うん、そうすると練習場は自分の間で打てるじゃない。だけどコース行った時に急ぐ走る。うん、そうすると心拍数も変わる。そういうものでもう要は普通じゃいられないんだよね。会社の上司なんかといったら。 もうそれこそこうやったりとかそうあるしあとはもちろん平らではないっていうこともあるし練習場の気持ちとコースの気持ちってやっぱほんとそれだけでもう全然違うからだから普段できてることができないっていうのが普通であってそういうもんだと思ってコースに行くことも大事 IBC はなななかったなあ変わんなかったなむしろ。<laughs> コースの方がいいショットを打ってる人も全然いるやっぱり本能でやってるからねあど、うん、ってるからうわ <laughs> 強えなと思ったもんこう初心者レベル4っていうのは言っちゃえば初心者ではないと思ってもいいよねうん。うん、ちゃんと自分のことを理解できてて自分の練習内容だったりっていうのをはっきり明確になってれば いいんだよねどうだろうコースでよくあるって何だろうやっぱりドライバーが当たらないとかあとは傾斜地からうまく打てないとかそういうのがもうほとんどつきまとってくるんだよねあとはグリーン周りでアプローチがこうトップざっくりが出る、うん、それはねでもねワンナップゴルフの動画最初から見てもらえればほほぼほぼ改善はできる <laughs> そうあの初心者レベル初心者1とかもそうだしそれで改善できるし。 うん、だからそういうのがちゃんとやれば全然できるんだよねさっきも言ったけどその練習場でできてコースでできないとかレッスンを受けてる最中はできて1人で練習行った時にできないとかってめちゃくちゃ効くのよそれは大げさにやってないからなのレッスンとかで例えばアウトに上げてくださいねってこうやって上げるでしょここがまっすぐ。 アウトに上げてくださいねって言ったらこうやってアウトサイド上げるでしょで俺が見てるじゃないそうするとやっぱりこうやってアウトに上げるのよで「いやいいですよ」ってアウトちゃんと上がってますその日終わって次お一人で練習行くでしょその時に今度自分じゃ分かんないからアウトに上げてるつもりでここに上げるのそうするとその練習場で打ててた球がもう一人になった時に打てないじゃない。 それが一人になった時がコースだったらもうダメになるでしょ、うんはい、そういうことも多いねあるだから一人になった時特にコース行ったらもう自分が思ってる以上に大げさにやった例えばバックスイングを浅くしようとしてるんだったらこの辺浅いねこの辺浅いねって言ったらこの辺で止める感じよもうこの意識じないとダメだダメそういうことがねすごいある でコースだとやっぱり当てたい内緒と打ちたいから自分の気持ちがいいストレスのないスイングをしたがるそうするとここで止めたいのにここまでいっちゃってたりするだから平井はスイングを直さないでくださいっていう何も入ってない状態のスイングってすごくいいものですよ大切にしてくださいねって言うでしょうそうそれがそういうとこ要はコースに行ったスイングが自分のスイングだからそれを磨けばいいのよ三重県からねワンラップゴルフのレッスンを受けに来てくださったお客様がいたの。 その人の人オーバースイングや<ー>すっごい気にしてる、うん、直さなくていいんですか直さなくていいんですかって <laughs> えっっっつった <laughs> ないんだそう直さない<あ>何がですかって悪さしてますかって悪さしてるんじゃなくてオーバースイングが気になってるだけなの<ー>悪さしてるんだったら先に言いますよ僕って<ー>悪さしてないのに直す必要がない オーーバンしててもるしてこともあるしもちろんもちろんもちろん両方あるじゃあ仮にバックスイングをね浅くしたいんだったらその方にね右太ももバックスイングの時に絶対動かさないでくださいねっつったのそしたら通常ここまできてるのこの辺だったからこれがねこうやってこうやって引けてんのだからこう回るで右サイドがこうやって伸びるの 脇がねそうだからこうオーバースイングになるんだけどもし本当にそれが嫌だったらここを止めとけば回らないですよねって俺がね後ろ,後ろに座って太ももを押さえてたのそしたら行かないわけよ <laughs> そうだからそれでいいですよってもし直すならでも今すぐ直す必要はないって言ったのもともとその人めちゃくちゃうまいんだけどねあそう,なんですかそう見てても別に普通のショット打ってんのよ。うん 打ってるけどそれ以上にやっぱりね向上心がある方で上手くなりたい、うん、ごめんね話長くなっちゃうんだけどその方親子で来てくださったの、うん、その息子さん、うん、神様なんでもう本当そのレッスンの時に始めたぐらいの感じよあそうなの<あ>初めてやったぐらいのそういい真似していい、うん 楽勝これあできんだ全然できる本当に中学生だったんだけど小学校の時にほんとチャロッとやったぐらいお父さんに付き合って<ー>だからもうほぼそうその日が初めてよその日が初めてでワンナップ1から8あるでしょ、うん、あれのもう23ぐらいまでいってるから <laughs> 嘘。いやこれマジち,ちょっとその方に聞いてみてて <laughs> いやマジだから お父さんが後ろで笑ってんだから嘘だろっつってそりゃそうだよね変なことが入っちゃってるから23までいけないんだそうだよそうだよそうだよ何にもやってないんだったらすぐ23までいけるんだ俺その子に「これはやってね」って言ったのは「右手使ってね」って言っただけすごくないグリップはこっちにするこっちにするって言っただけ 好きな方でいいよってで左が決まったらそれに邪魔しないように右に握ってみて,って右はもうこんなんでもこんなんでもなんでもいいよって言ったのそうそれでグリップ出来上がるじゃないでこうやって構えるじゃないボールの距離なんて自分が打ちやすいところにボールを置くんだから距離なんて一切気にしちゃダメよって言った9時から3時この大きさ振ってみてパチン 全然そ,そう余計なこと入ってないから、はい、全く入ってないクラブを振ってるだけだから <laughs> 腰を切ってんじゃなくて、うん、俺本当にその子に戻りたいと思ったもんすげえなーと思った本当に羨ましいの一言です本当にゴルフやった方がいい <laughs> 続けた方がいい <laughs> 周りの大人が変ないい間違いない <laughs> 第0弾ね ね、初心者第0弾の、うんうん、人の人話を聞くなと本当今回その初心者4シリーズで撮っていきましたけども、うん、そ,うそういうお客様が来られていや本当にびっくりしてあんなにボールを打つことを考えてるだけだと当たんだと思ったいやめっちゃ楽しんでんだ楽しいんだよああ 2> 当たるからで2日間来てくださった2日目はお父さんがね「俺の時間なくなるから俺一人で行く」っつって <laughs> で息子さん来なかったんだけど息子さんもこう来る寸前まで来たかったっつってうんそうだからじゃあま,また来てくださいねっつってすごかったなと思って好きなグリップの握り方と好きな振り方だからもう,もうどうでもいいのよこの投げ方なんてここからここまで振ればいいよっていうだけなの飛ばしたい距離ってあるって言ったの。うん 今ここからここでなんとなくのスピードで振ってるよねって言ってじゃあボールこう構えてあの白赤赤って旗が3つあるじゃないで大体こう軽く振ってるから真ん中の赤ぐらいに飛んでたのね飛距離がでじゃあ一番最後の一番向こうの3本目の赤まで飛ばしてみたくないっつってしたらじゃあ今よりもこう右手の押す力を入れてごらんって言ったの全然行くからもうまんまだよね そのまんま。<あ>素敵じゃない。何にも入ってないから。綺麗、ね、<あ>にハマっちゃう,わけう。そう。いや、いいなと思って。そういうことなんですよね。そう。だから、何かを入れてうまくなるっていう保証もないし。要は、うん、シンプルな方がやっぱ一番いいってことだよね。大人になるとね。頭良くなるから。そう。そう。 でね、ゴルフしようううううう。とするから。そう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 どうしたら効率よくうまくなっるとかさ、うん、でその子はね陸上部だったんだって<ー>陸上部なんだけど<あ>もうそりゃ下半身はいいわいいんだいいわハムがやばいハムがやばいだから、うん、もう先に言った下って、うん、動かす方に使うんじゃないよって その、ね、短距離で鍛えた、ね、足をね我慢する方に使うんだよって、うん、何を我慢するか分かるって言ったら上の動きをっていうわけよあできてるねってさすがだなっつってその下半身を使って上の動きを下でこう制御するんだよって言って打ったベタ足と打ちです出来 <laughs> 上がりましたねすごいんだ、ね、いやすごい もう、まあ、本当に、いい、うまい。一日ででしょう。一日っていうか。一時間ね。<laughs> やばくない。一時間だよ。もちろん、その、一番最初で、何も入ってないからいいっていうところもあるけど。でも、考えも素直よね。言われたことだけ、やってくれて。で、その動きやったら、ナイスが出ました。それは楽しいよね。そうだね。うん。 そうだから初心者のうちっていうのはとりあえず入れるわけじゃなくてとりあえず入れないままどこまでいけるかの方が大事これはもう間違いないですね。でも入れなっていうか入れ,ない入れる入れないってなんだろうってことなんだけど、うん、何が入れてるっていう判断で何が入れてないっていう判断なのかっていうのももちろんあるんだけど入れてないっていうのは本当にこの例えばこうやって 基本のところにこのクラブの向きが変わらないでこうやって体の回転のスピードに沿ってこうやってクラブがただ動いてるだけのことを俺は言うと思うのね右と左に動くそれのスピードを上げたらフルスイングになりますよねって俺は思うわけよ、うん、それが入れてない何もそれだったらプロテストは全然受かるから <laughs> 全然受かる。だって現に理論を知らないままプロテスト受かったからね。<ー>そう。この間の動画で登録言ってくれたように、後々それを照らし合わせてみたらこういう名前がついてたっていうのはあったけど、うん、でもそれって難しい動きではなくて、例えばインパクトのところでちゃんとタイミングよくこう左打ちモにこうバチって乗るとかそんなもんよ。<ー>動きのものじゃなくて。<ー> だからそういう複雑な動きのものを取り入れてうまくなったいいショットが打てたっていう自分の中の記憶はないから,から十分上達はするっていうことうんお子さんをプロゴルファーにしたい方はワンナップゴルフまで。ってるあえっ、ー、と間違いないでございます <laughs> 勇気とやる気これですよねただこけども <laughs> そうそうそれだからちょっと興味のある方は一、うん、回お子様を連れてきて。 いただければ面白いかもしれないですね。考え方からやります。講習会もやりたいですね。やろう。やります。オッケーオッケー。じゃあ第4弾ですね。初心者フォーということで今回やらせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 この度ワンンンンナップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願い,いします。